皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。さて今回はパソコンからなんですけども、以前ですね、私の動画で、動画をね iPhone とかで撮った動画を、DVD にしてテレビで見る方法というね、動画ご紹介したんですけども、私のチャンネルの中で最もね再生数が多くてですね、作ってよかったなと思ったんですけども、今回は、その動画のコメント欄でねご質問をいただいた内容に、私もねちょっとこれから試してみながらお答えしてみようかなと思います。でそのご質問内容なんですけども、iPhone で撮った動画をそのまま変換できるのかというご質問でした。どういうことかというとですね、今ここに3つファイルが並んでいるんですけども、一番右側のファイル、これをねちょっとこのようにカーソルをね近づけてみるとですね、ポインターをね、この項目の種類というところに MP4 ファイルというふうに表示これ今されてます。 MP4 っていうまあ拡張子のことを言うんですけども、動画って私いつも MP4 をね主に使ってます。でそれに対してこの左に今2つ並んでるファイル、これはですね近づけるとここですね、項目の種類 MOV ファイルというふうに出てます。もう一つこちらも同じです、 MOV ファイルということなんですけども、その方のご質問内容はこの MP4 ファイルではなくて MOV ファイルでそのまんま、DVD で映像化できるのかというご質問でした。確かに気になりますね。あの MOV ってどういうことかっていうとですね、 iPhone で撮った動画ってこうやってパソコンで取り込むとですね MOV ファイルというふうにね取り扱っているんですよね。でも私なんかもこうやって動画を作っているとですね、この MOV ファイルって動画作成すると MP4 にね変換されるんですね。なので今これ実は左の2つって以前私も動画で出しているんですけども、あの花火大会のこれ動画なんですよ。左とこの2つはね前半後半で分けてるんですけども、なのでいつも私これ編集をするときにですねこうやって前半と後半っていう風にこうやってファイルこれ載せるんですよ。これでこうやって順番考えたりとかして、でテロップとかを入れたりとかして編集するんですけども、でこれ編集完了させるとこれ MP4 のファイルという風になるんですね。で以前ご紹介したのは、私の YouTube で作った動画を、まあ、テレビで楽しめるように DVD に焼き付けようっていう動画だったので、これは MP4 のファイルをそのまま DVD に変換したんですけども、果たしてこの変換する前にこのままね取り込んだまんまの MOV ファイル、これがねそのまんま DVD フリックのソフトを使って、テレビで見れる DVD が作れるのかどうかというのをね、試してみたいと思います。以前ご紹介した、iPhone の動画を DVD で焼き付ける方法の動画、概要欄にリンクを貼っておきますので、合わせてそちらもご覧いただきたいと思います。合わせて今回は、DVD フリックの、ね、ソフトの使い方も、ね、おさらいしながら、ちょっとこの検証を、ね、してみようかななんて思います。では、DVD フリックのソフトを立ち上げたいと思います。フリーのソフトです。無料で、ね、ダウンロードができます。こちらです。このソフトを使うとですね、iPhone とか、もちろん Android もですけども、自分で作った動画なんかをテレビで、ね、再生できる DVD のメディアにね、作り変えることができます。DVD って CD とは違ってですね、そのまんまデータとしてコピーしてしまうと、DVD プレイヤーとか、Blu-ray のレコーダーとかでは再生できないんですね。DVD ビデオ方式に変換をする作業が必要なんですけども、このソフトではその作業ができるということになってます。では、こんな風にですね、ファイルを表示させます。で、これね、花火大会のファイルが今、前半、後半と並んでます。選択してですね、ここにマウスを合わせて、ドラッグ&ドロップでこのように移動させます。とりあえず読み込みはできたみたいなので、このまま焼き付け作業に移りたいかなと思います。でですね、これコピーする順番が今、これ逆になってしまったので、その場合は、アップダウンがどこかでできたはずなんですが、あれ？どこでやるんだったかな？あ、これだ。上、下へというふうにあるので、これを上に移動。これが前半の映像だったかな？多分そうだよね。ちょっと、待ってね。これ、あれ？なんか両方ともサムネイルが黒く見えるけど、あ、でも確かに画面違うね。OK。じゃあ、焼き付ける順番はこれでいきましょう。でですね。
ここからがちょっと重要なんですけども、プロジェクトの設定というのがあります。ここを開きます。そしてまあ、タイトルとかここに入力するのがあるんですけども、まあ、今回は検証なので DVD-RW、繰り返し使える DVD-RW で今回はやりたいと思います。なのでタイトルはあえてつけません。で、書き込み設定というところですね。ここでですね、チェックを入れます。プロジェクトディスクに書き込みにチェックを入れますね。そしたら、この下の方に、これですかね、書き込み完了後にディスクを、ベルファイルすると、ここにチェックを入れてください。これ結構重要なところです。そしたら、もう項目は大丈夫なので、適用をクリックします。そして、メニュー設定もあるんですけども、今回は検証で、ちゃんとした DVD を作るわけではないので、まあ飛ばしてもいい項目なんですけども、まあ一応これにしておきましょうかね。タイトル特につけないんですけども、今回はこれでいきましょう。で、適用というふうに押します。そしたら、今ね、手元に、DVD の RW のディスク持ってきましたので、これをパソコンにちょっとセットしますね。前回はね、ちゃんとした動画を作るために DVD-R、一回録画用の、一回書き込み用のディスクを使いましたけども、今回は RW を使いたいと思います。今、パソコンにセットしました。そしたら、あとはこの DVD 作成というところをね、クリックします。警告メッセージが出ますけども、ここは OK、ここも OK。というわけで、書き込みが始まりました。ここはね、ちょっと早送りで、動画を送りたいと思います。お、出た。はい、というわけで無事にね、DVD の作成が終わりました。どうやらね、うまくいったっぽいので、テレビでね、見せるかどうか試してみたいと思います。ではちょっと移動しまして、はい、私のいつも使ってるテレビの下にあるのがブルーレイのレコーダーなんですけども、じゃあね、入れてみましょう。緊張の瞬間です。以前もね、こんな流れでしたよね。あとは再生をするかどうか。オートランなので自動で行くと思うんですけど、でも RW だとどうなんだろう。普段ね、 RW ってあまり使わないですよね。繰り返し使えるのは確かに便利ですけど、でもこういった検証とかね、なんか試しとかでね、やるときは RW いいですよね。 DVD-R だとね、一回やったらそれがもう終わりなのでね。さあどうでしょうか。果たして検証結果、気になるところ。でも多分うまくいきそうな気もするんですけど、どうかな。オートランで自動で行くのかな、行かないかな。 RW はオートランじゃちょっと行かないっぽいので、リモコンで操作しましょう。はい、では DVD-RW ビデオと出てきました。ここをじゃあ入ってみたいと思います。さあどうでしょうか。行くかな。うまくいくとメニュー画面が出ると思うんですけど、あ、メニュー画面出ないや。いきなり始まった。でもちゃんと映ってるね。ということで検証結果、MP4 じゃなくて MOV 方式での作成でもうまくテレビで映る DVD は作れました。うん、よかった。いやー、どうかと思ったけどうまくいってよかったわね。こんな感じです。はい、よかった。はい、というわけでね、コメントであった、ご質問にお答えする形でね、今日の動画作ってみましたけども、改めて、DVD フリックのソフトの使い方とおさらいを兼ねてですね、MP4 形式ではなくて MOV 形式でそのまま iPhone のね、動画を、
焼き付けることができるのかどうかというね検証でした。なのでうまくいったということでね、この動画がご参考になれば幸いです。というわけでね、今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。これせっかくね、花火の動画がうまく撮れたのでね、良かったかななんて思いました。はい。というわけで今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバイ。この度、YouTube PR 用の Twitter アカウントを作成しました。日々のつぶやきをしている私の個人アカウント、そして猫ちゃん関連の私の姉のアカウントも合わせてよろしくお願いします。